この番組は一生涯のパートナーを目指す第一生命の提供でお送りします。皆様にご好評いただいております第一生命スペシャルも今回で10回目を迎えることができました。今日お送りしますのは肝っ玉ママとお茶目な天使というドラマです。鎌倉のおばのところを抜け出して根なし草の父を訪ねた理恵は、そこで下町のおばさん八重と出会いました。父との再会、八重との心の触れ合い、そんなひと夏のキラキラした時間に経験したことが幼い理恵にどんな決断をさせたのでしょうか。第一生命がお送りする下町を舞台に描く人情ドラマ、では早速ご覧いただきましょう。どうぞ番組の最後までご家族揃ってごゆっくりとお楽しみください。いや、元気してる。かわいいね。どこ行くの？東京だろ。だろ。俺たちさ、これからね、東京に中村あゆみのコンサート行くんだけど、一緒に行こうよ。チケット1枚余ってるんだよ。どうかな。もう最高のノリだね。もうビッカビカ。しどっとしてないでさ、楽しもうよ。青春しなくちゃ。おたくさ、顔立ちの割には若さが不足してるんだから。ね、行こう。あの、すいません。はい、何ですか。中村あゆみ好きですか。中村？コンサートのチケットが1枚余ってるんですって。よかったら一緒に行ってあげてください。知らない町には知らない町の匂いがある。一人一人の顔が違うように。